どうも、なにわ翔平です。さあ、今回の動画ですけども、はい、X デーはいつだ、ウクライナ情勢を語ろうでございます。行きましょう、行きましょう。バカか、バカか。あの、僕らのチャンネルでやらなくても誰かがやりますから。はい、冗談でございます。はいはい、もちろんちょっと冗談がきついですけども。なんとですね、はい、ファンクラブユニフォーム、はい、今私が着てる、はい、これでございます。はい、これの今年ドラゴンズの選手が着用する際の、はい、背番号の上のセネームが、はい、ニックネームになると。おーしー、なるほど、いいですね。はいはいはい、久保君やったらここに久保じゃなくて久保君って書く。ニックネームあんま変わらんな。あんま変わらんあんま変わらんです、ね、あんま変わらんな。まあ松尾じゃなくてユーニャンタっていうようなもんでございます。それをめっちゃいいっすよね。なんと全選手あると。あ、全員あるんですか。いうことでございますので、はいはい、今日はそのニックネームを当ててもらうクイズをしようじゃないかと思います。なるほど、なるほど。ドラゴンズニックネーム王決定戦でございます。はい、なるほど。はい、なんか僕らも適当にニックネームつけて読んだりするじゃないですか。はい、つけますね。ちょっと近いね、近いものがあったりとかもしたんで、これちょっとクイズとして成立するんじゃないかなと。なるほど。じゃあ早速、はい、ドラゴンズニックネーム王は誰だを始めたいと思います。じゃあ行きますよ。はい、はい、第1問。はい、はい、もうこの人は外せないでしょう。はい、渡辺勝選手。いや、もう完全にこれは、はい、え、はい、挙手制とか言ってなかったんで、はい、パッションでお願いします。パッションで。僕こそが、はい、チャレンさん。青フラ。惜しいです。実はこれ惜しいんです。我々が応援歌で作ったね、青いフラミンゴ、はい、もう惜しいんです。ネットで散々叩かれてる。今やもう別称とかしてる。青いフラミンゴ、はい、惜しいです。分からん、いけそうです。かなり惜しいです。いけそうです。はい、いけそうです。ファッションないな。行きましょう。はい、エヴァン丸さん、フラミンゴ正解。そうなんや。フラミンゴでございます。すげえ。すごい。え、背中にフラミンゴ。しかもこれ青、何色ですか。青色です。はい、青いフラミンゴ完成でございます。絶対入れなあかんやん。入れなあかん。我々ファンクラブユニフォーム。いや、そうよ。フラミンゴって入れましょう。ぜひ、入れましょう。そうなりました。はい、さあ、では続いていきましょう。はい、第2問。はい、笠原投手。笠原投手。笠原投手か。え、笠原投手でしょ。笠原、あ、だって、お、俺だ。はい、ユニアンドさん。カツだよ。カッサン。違います。カッサン以外あるんすか。あんねん。俺らだけやカッサンって。僕のあだ名で言ったら、オクデっていう名字がオックーデーになってクーデーになったみたいな感じで、どんどん簡略化されていくじゃないですか。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。俺に当てさせてくれ。はい、違う。ハラ。違う。はず。めっちゃ違う。あ、はず。すごい、もうファ、ファ。いや、俺だ。よし、じゃあ行こう。待て、待て、俺だ。いや、俺だ。待て、待て、待て、待て。いや、こいつだ。こいつに。よし。気づかれて、僕。押し付けファッションや。かさ。違う。じゃあ、俺だ。はい、カうわ違う、その1個前だ。1個前、カサカー違う。何だっていうのが外国人のニックネームっぽい感じかな。はい、はい、カッサー。惜しい。もう次出る。もう次よ。俺に決めさせる。よし、カサハ。違う、まあ、ね、お前ずっとめっちゃ違う。ずっとはずいね。俺が決めてやる。よし、じゃあカサ。違う。カッサーがめっちゃ違うね。外国人のなんかロッキーみたいになるみたいな。わかる？ニュアンス。ロックがロッキーって呼ばれたみたいな。はい、行くぞ。カッシー。正解。カッシー。カッシーか。カッシーか。カッシーです。いや、ほんまですかそれ。これほんまです。KASSY やから、カッシー。カッシー、はい、カッシーか。イメージないな。イメージないな。カ
ハッシー。じゃあここら辺で一個ちょっとほんまに、はい、わかるかっていうのを一個やってみましょうね。ギジェルモーガルシアさん。わかるか。ギジェルモーガルシアさん。まだバッティングフォームすら知らないですよ。じゃあヒント、はい、これ最初から難しいんで当たりますね。はい、はい、iPhone って思いました僕は。iPhone。これほんまに書いてますこれ。え？何やろ。二文字です。二文字。自信がある。おっしゃ、行こう。シリ。違います。あれ？いやもうちゃんとアルファベットとかの状態で二文字です。ユニフォーム。はい。二文字。二文字。はい。稼ぎに行く。なんだ行こう。AP。違う。もっと iPhone。もっと iPhone。OK、俺の目を見ろ。よし。お前じゃねえ。泳いでたのがバレたな。じゃあ、ケバブ行こう。S。あ。おお。S。S。え？え。あ。S。SE。あ。違う。うわ。違うんや。もっと古い。もっと古い。一番最初。iPhone 出ましたよっていう時まで戻って。iPhone 出ましたよー。はい。これだよー。これ iPhone だよー。はい。3G。正解。しゃー。なんで？なんで？わかんないです。え？数字の3に G って書いてます。これ理屈はわかんないです。間違えてサンプルがそのまま。3G。3G。3G。なんで？あ、はい。なんか。あれちゃいます？ギジレモ・ガルシア、なんちゃらで、あー、なるほど、それだ。ギジレモ・ガルシア、それだ。どうだろう、ミドルネームが。グリエルとか。それだ。なるほど。そうちゃいます。勝手にそうしときましょう。多分そうしよう。多分後でなんかテロップで入るでしょ。はい。今、入ってます。もうパンと言ってもらおうかな。はい。じゃ第4問。はい。三好選手。これね。じゃあこれもヒント与えます。はい。もうこれ言ったらすぐわかるよ。はい。三好選手をギャルにしてください。ギャルにしちゃってください、三好選手。オッケー、俺の番組だ、俺だ、俺だ。みちょぱ。ああ。よし。ああ、そっちじゃない。むっちゃ自信あったのに。そっちじゃない。むっちゃ自信あったのに。久保君行こう。今ひらめいたね。え？見逃さなかったよ、俺は。静かなパッションを。静かなパッションもあるんですね。じゃあ、ここ行こう。ニコル。違う！ちょっと待って、ギャル誰いる？そっちじゃない。ほら、可愛く、めっちゃ可愛い感じ。あ、お、え、えい、じゃい、え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 、みよち。違う！なんかね、もっとね、なんか、ノリノリみたいな時にも使う。し、絶対言ったことある。けど、なんやろな、それをと、三好さんを、こう、合わせて。オッケー、おい、かかってこ、お前。はい、おーし、俺に任せろ。ケバブ。ミオポロ。正解！ミオポヨか。ミオポヨ。ユキポヨ的なことか。あー、ミオポヨか。これ、でも、ほんまにそういうニックネームなんか。もう、もはや分からへん。ちょっとこれ傾向と対策的に、はい、いきましょうかね。はい、鈴木博さんが、タヌキ。タヌキ？なんですよ。タヌキっぽい。ぽさはありますね。はいはい。はい。では、平田良介さんは何でしょう。動物ってことですか。動物、うん、タヌキ。まあ平田さんといえば、ある動物までは多分スッと出ると思うんですよ。スッと出るか。出してください、じゃあ。俺が今からぶっ飛ばしてやるよ。すごい。ゴリラ。そう、ゴリラなんですけども、はい。ゴリだけ残ってる。ふんふん、ゴリ。これ我々平田さんともトークライブやったことある中ですから、平田さんのあだ名ですから。ゴリ？何ゴリかを思ってください、平田さんにあだ名つけるとして。オーケー。ファッションはあんまねえが、いくて。では行きましょう。将棋ゴリ。将棋ゴリ、将棋とゴリラ合わせ将棋ゴリ。じゃあケバブは平田さんのこと将棋ゴリラやった。ごめんなさい、映さないで。でも違います。
なんか趣味とかですか？まあ、いや、でも趣味なんかもしれんけど、はい、イメージないっすか？いや、その趣味の中でこのワードが上位に来ることはないのよ。だから野球好きですっていう人のゴリラっぽい人で、ホームランゴリラとか言ったらわかるやん、はいはい、もっとなんか多分ワード的に言うと、これはその趣味の間ではスライディング、ゲームが好き、もっともっとやな、ゲームが好き、あ、じゃあでもそこまでいこう、じゃあゲームかな、もしかしたらこれが、これをよく聞く趣味で平田さんがやってるって言ったらゲームしか俺は思いつかない。わかりました。え、はい、ソニゴリ、違う、ソニックカードゴリラじゃない、ソニックカードゴリラじゃないです、悪い、ひどい悪口ですよ。え、悪口ですか、それ、ソニックカードゴリラ、え、あー、でもそうか、そっちか、わかりました、今、はい、結構そうね、ゲームで今のこのゲーム事情、そして我々なんといっても、はい、ね、ありますよね、ライズオブキングダム、はい、一緒にやってましたね、最近、はい、あの時の平田さんを思えば出ると思う。え、何をよくしてたか、平田さんが、侵略、侵略ゴリラひどすぎます、違います、だから俺はおもろいな、チームメイトからこう呼ばれてんねやって思ったらめっちゃおもろいし、めっちゃいじられ方やなと思う。もう愛ある、いや、こんなもんもう、もう悪口に近いから思い切って攻めてみてもいいと思う。スマゴリ、あー、スマゴリラみたいな、あー、あー、もっと悪口、もっとあー、いけんな、はい、はい、東君、キングゴリラ違う、確かに違う、キングになるために何をしたって考えたら、わかったぜ、俺がこれだ、これだ、行け、行くぜ、一緒に行こうぜ、行けるやつ、せーの、課金、惜しい、ええ、さあ、じゃあ課金は課金ですよ、課金で何するの、ええ、課金で何、もうじゃあ行くよ、何を回すの、わかったぜ、おい、じゃあセーブ行こう、行くぜ、せーの、ガチャゴリ、そう、ガチャゴリでございますめっちゃ悪口や、ゴリか、めっちゃ悪口です、はい、ガチャゴリって言われてるんや、そうです、え、ガチャガチャうっせえゴリラではないです、そうであることは嫌やな、そうであってほしくはないけどねじゃないですよね、うん、だから俺は結構あれなんかなと思って、あのガチャプレイってあるやん、ガチャ押し、あ、皆さんあれするんやと思ってちょっとへこんでてんけど、あ、ガチャ回そうなんやと思って、あ、なるほどね、ガチャばっかやってるゴリラ、ガチャガチャゴリラとは思われてるということですね、なるほど、でも面白いですね、こう、はい、ニックネームで、ね、見えてくるのが、ね、はい、今のはほんの一例の部分ですけど、まだまだ面白いニックネームありますので皆さんもぜひ確認してみてください、はい、はい、誰が優勝やったかはもう忘れたんで、みんながニックネーム王です、やったー、歯切れ悪いなドラゴンズ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 